今回は劇場版シード・デスティニーのゼウスシルエット、かっこよすぎない?についての反応集をお送りします。暁も装備してたよね。これシルエットだったのか。あのバズラン名前が傲慢だな。シルエットだったのかよ。普通に追加ユニットだと思ってたわ。こいつかっこよすぎない。俺こいつ見たことある。改善スレイだ。まだ映画見てないけどデスティニーだけ変わり生えなくてがっかりしてたが、こんなゲテモノ装備するんか。活躍はするけどデスティニー本体に関しては実際色変わっただけなのはまあ事実ではある。なんと傲慢なのだろう。彼は神にでもなったつもりなのだろうか。なんと傲慢なのだろう。腹の瀬神の名を受けたし、アスカは超人となった。背後に背中の宝刀みたいな日本はなんだろう。弾薬はマガジンみたいなのかるからそっちだろうし、宝刀も使い捨てとか多分呼びバレる。鉢にも背面ガスを貼られているトーリアオンナイトと同じ効能アームで接続だから。一瞬映ってたのフライヤーモードにもできるのね。ほとんど出番ない割にはギミックありすぎだろ。これGバードじゃないの？ネオガンダムの装備だったやつ。シン、そりゃお前キラさんがよ。俺がイモータルジャスティスでよ。申し訳ないが真のボス化は NG。 映画公開前ならワンチャンあったが、今のシンだと上がしっかりしてればほぼどっかに転ぶことなさそうだしな。これ映画だと暁も装備してたから、暁お前いつの間にシルエットに対応したんだ。うわあ、デスティニーのアロンダイトと七四方マウントアーム、いろいろ付け替えれそうっての公式で荒野でってしてくれるのすげえ、なんか嬉しい。お、親戚か七四方。へっ、こんな長物より俺の方がよほどいい仕事してるぜ。戦艦の脇腹に流し込むところめっちゃ好きだよ。戦艦の環境を遠距離からピンポイント焼いてるシーンも好きだよ。シルエットの方がデスティニーより高いとは。しれっとシルエット装備が可能になってるデスティニーくん。デスティニーデスティニーガンダムができるということだな。マジでデスティニーシルエット装備させたら光の翼かける4で来ちまうんか。足がでかくてバックパックもでかくて手持ち武器が超威力って、これ実質 CE 版 GG では。シルエットという故障なだけで接続ユニット自体デスティニー側依存でもあるか。スパロマの必殺枠ってもしかして分身じゃなくてこっちなのか。すげえ贅沢。シルエットとは名乗ってるが、間違いなくザフト開発のシルエットシステムとは別口の企画だろうな。これ劇場では本当シレット完走してすぐチンコンカだったから、なんかすげえけど何だったんだかん、すごかったが、舞台で見ると前振り並みに派手に変化しちゃって。劇中で最後にレクイエムを破壊した一撃はゼウスなだけにまさに天からの裁きの雷だったな。どこで開発されたやつなんだろう。暁が装備してたけどオーブ製だとしたら日本系のネーミングじゃないの変だし、多分手動オーブなんだろうけど、コンパス用にって感じで。オーブさっと連合共同で開発してたとか。ぶっちゃけ名前の法則性に関しては100% ではないにしろ、ほぼオーブ製のライトニングストライカーの前例があるからあまり気にするものではないと思う。ゼウスって一種の天帝だよな。天空神だしと考えると、これもレジェンドの系譜とも言えるか。ゼウス天帝とこじつけると、作中で装備したのがムーの暁と真のデスティニーだから、クルーゼがムーに手を貸して真に悪いが手を貸していたのかもしれない。こじつけどころか WIKI 曰くまんま天帝らしい。まあそういうことですね。ゼウスってこれスパロゴ G の舞台の名前か。どことなくガスト君的な空気もありますな。足に追加ブースター装備は大体こんな感じになるといえばそうだが、クラウドディフェンダー、ゼウスシルエット、ズゴック、あれは主人公級機体の追加武装。忍者だけ様子がおかしいけど、目立った時間はタニキの日じゃないからバランスは取れてるか。シモンズ主任がデスティニーやインパルスを代表から頼まれて新装備の実験に使っていたというのと、カガリの密命を受けたムーが一足先に宇宙に上がっていたの2点を考えると、やはりモルゲンレーテがデスティニーの新シルエットとして開発したと見るのが妥当かもしれん。ムーが渡す時にお前の武器って言ってたし、本来こっち用なのかもね。デスティニーと暁という開発も構造も全く別の機体なのに、問題なく双方で使用可能にしておく抜かりのなさ。ミレニアムとオーブ中間隊が2射目に間に合わなかった場合を考えて、少なくとも一度はほぼ確実に発射を遅延できる暁を送り込んでおく抜け目のなさ。モルゲンレテとカガリの準備と策が見事にはまったわけだ。そしてこのシルエットの大型実弾砲、一回撃ったらバレルが壊れる使い捨ての贅沢仕様なんだよね。一つ気になるのはバレル使い捨てなのに弾だけは倍の数積んでるのはなんでなんだろうな。多分 E パックだと思う。デモカートリッジの数からして2、3発撃ったら方針交換レベルの大出力大容量なのか。果たして買えるんだろうか。3ページに分けるんじゃなくてセット売りしてくれ。今度こそ故郷を守るため。シン、アスカは雷神と化した実体弾、カラミティみたいに弾頭プラズマ化させてるのかね。使
バロボのデスティニースペック2の武装エグい量になりそう。バルカン、ビームライフル、フラッシュエッジ、7手法、アロンナイト、フルウェポンコンビネーション、フルウェポンコンビネーション最大稼働。分身、ゼウスシルエット、ザフトレッドコンビネーション。ルナマリア、ミレニアムコンビネーション。ルナマリア、ヒルダ、コンビネーションアサルト。キラ、コンビネーションアサルト2。アスラン、コンビネーションアサルト3。キラ、アスラン。ぶっちゃけ昨今のスパロボの内容的にその半分くらいで済まされるのが関の山でしょう。まあ、せやね。近年のスパロボだと武装6個もあれば多い方だからな。フリーダムとジャスティスも装備自体はできそうね。レクイエムを暁で受けるときに逃していたのがこれかとはなった。タイミングがうまく合えば受けるんじゃなくて実弾砲ぶっかしてたのかしら。細かいことを言うとゼスが雷帝を武器として使う天空の神で雷神カテゴリーではなかったりする。似た経緯のトールが全能神雷神に格下げになったのに対してゼスは主神のままだったから据え置きになった。方針を使い切ったられさ、バレるということか。は七手法の名前はいつつけられるんかな。レールなんてことはライトニングストライカーのバーチャルアップ版かね。つまりオーブ脅威の魔改造前提なのか。シルエット、映画見てる時やかつき用をデスティニーがイレギュラー装備したのか、デスティニー用をあかつきがつけてたのか気になってたけど、シルエットならデスティニー用なんだな。お前の武器って言ってたもんな。これメガバズーカランチャーみたいにぶら下がって移動できたりもできそうね。デスティニーってシルエット装備できる機構あったんか。回収したついでにつけたんじゃね。シルエットとは言うけど既存の機構とは別なんじゃない。便宜上シルエット名称なだけで。暁が使ってた時って持ってただけだっけ。合体してた。暁に装着できてハイブ以外の追加パッツってフォーマットはどっちかっていうとストライカーパックだよね。これおそらくエクリプスと狙いの技術だな。運命とインパルス回収した時にストライカーパックも付けられるようにしたんかな。アウトフレームみたいな全規格対応できるやつよし。 X に上げてる人いたけど確かに牙ストライカーだこれ。やっぱ思い入れあるんやな。そう言われると前振りがフェニックスエールに見えてくるな。というかオーブ技術の暁がザット製であろうゼウスシルエットに互換性あるのおかしくない。そこの地下にシルエットの本家インパルスがあるじゃろ。シルエットといってもシリー世界おなじみの背負い物じゃなくて履物だからな。古くは初代の下半身 G ファイター、最近だとナラティブ A 装備の系列。デスティニー用って作中でも言われてたけど今んとコミュニティアみたく企画合えば使える外付け武装として見えない。デスティニーなら連射可能とかなんかな。暴発する危ねえやっこじゃん。改めて見るとそのままドンキとして振り回しても強いだろう。意識してるかわからんけどシンがメイン飾ったスパロボ G の舞台と同じ名前の武装って何回も言う。ガンプラ化されるのはいつになるのやら。されてもプレバン機かな。背中に背負ってるのは大型キャノンと交換用のバレルだけで、パック自体はブッツみたいになってるやつでいいんだよね。ゼウスデスティニーって呼び名でいいのかな。くっそかっこいいんだけど、ノーマルデスティニーの活躍が強すぎて終盤確かに装備してたんだけどあんまり印象がない。もう一回見てくるか。プラモデル向けのやつは出るのかな。これで一通り機体や武装の名前は出揃ったんだよな。そう考えると今回の最終決戦、ここに至るまでに死んだキャラも参戦してたって意味で今までの総決算だったんだなって。アコード対策でカガリを頼ったり、特急守護ジュレイステラは言わずもがな、ビュエル、フリッツ、野戦術、バジルールのようにストレートにニコルやナタルさん絡みの名前使ってたり、ライトニング、バスターとかスレタイの、ゼウス、シルエットみたいにちょっとねじってトールやクルーゼの名前想起させてる。暁やデスティニー ES2 の機体カラーはアズミ様とレイの袖だし、マイフリが出したナノ粒子フィールドはフレイの、私の思いはあなたを守るって言ってた時のやつを具現化させてるみたいな。ちょいと考えすぎかもしれんがね。ご視聴ありがとうございました。動画作成の励みになりますので、ぜひコメント、高評価、チャンネル